みんな、チャオございます。ダビデです。僕たちの冒険を続けて、イタリア語をまた頑張りましょう。今回、確かにとか、ちょっと、とてもなど、副詞を見てみましょう。語尾変化しないから、すごく簡単だし、準備はどう？よっしゃ、副詞ってね、4つの最も重要なポイントを見て、動詞や形容詞を修飾するもので、それらの意味を変える部分です。いいニュースとして語尾変化しません。副詞の位置って言えば、それね、いろいろだけど、大雑把に言うと原則として、動詞の後ろに来る大抵。形容詞を修飾している場合、形容詞の前。OK ですか？それじゃ以上です。まとめ、いや、冗談。それじゃあなんか副詞を見るしかないタイムだぞ。まず、うねぽ。ちょっと少しの意味。ねえ、これはアクセントじゃなくてアポストロフィだよ。なんか例文だと、あの、マンジャーと、うねぽ。彼たちはちょっと食べた。あの、マンジャーと、マンジャーレ食べるの金加工と、うねぽ。副詞、ちょっと、これはやっぱり動詞の後ろね。それか、parlo un po' l'italiano perché mio papà è italiano. 父がイタリア人だから僕はちょっとイタリア語を話せる。parlo un po'。ちょっと話すがポイント。今回もうねぽって動詞の後ろね。あ、見た？副詞って全然変化しない、いつも同じ形。このペルケにも注意してね。理由を述べる、だからなのでに当たる。で、ちょっとの反対語としてモルトがありますよ。形容詞を修飾すると、とってもすごく非常にの意味してるけど、動詞を修飾しているとたくさんの意味にもなりますよ。 OK？ 例えばレイエmolto brava a parlare l'inglese。 直訳で、彼女は英語を話すのがとっても上手ってことで、彼女は英語がすごく上手です。見える？今回副詞が形容詞を修飾してるよ。 molto brava、 とっても上手、すごく上手がポイント。だから全然変化せずに形容詞の前に来る。Molto brava、 すごく上手。ねえ、何々が上手ですっていうのは文系として essere bravo aプラス動詞の原型っていう風になる。今回の原型はじゃじゃん、パルラレ動詞、話す。相手が女性なので上手ってブラバになって、その前に無変化の副詞のモルト、とてもすごくが加えられた。 OK？ もう一つの例だと、レッゴモルトエスクリーボモルト。私はたくさん読んでたくさん書いている。わかりやすいね。動詞の場合、たくさんの意味になる。それじゃあもう一つの副詞なら、ベーネ、よく、うまくの意味。例えばね、クチーニベーネ、あなたよく調理するね、うまく調理するね。見て通り、ベーネはクチナレ動詞、調理する、料理するの後ろに来る。うまく料理する、うまく調理する、クチニベーネ、いつもベーネっていう形ね。語尾変化しない。はあ、もちろん二つの副詞を使って、クチニモルトベーネっていう風に、すごくうまく調理するねっていう風にも言えるよ。いや、むしろこれがもっと自然かも。それか、ストベーネ、元気ですの意味。この文面白い。このストってスタレ動詞、スト、スタイ、ス
sta, stiamo, state, stanno の私に合わせた現在形。stare 動詞はね、essere 動詞みたいにだであるですの意味になるよ。おかしいね。でも問題はね、このスターレ動詞はいつでも使えるわけじゃなくて、体調や具合を合わせるために使う。今回のストベネみたいに直訳でよくである、よくです。意味は元気ですになるけど、とにかくポイントはベネ、よく、副詞が動詞の後ろに来ること。この文ね、米したいっていう質問に合わせることが多い。あなたはどうですか、どうだっていう直訳で、調子はどう、元気ですかの意味になる。そう、米はと同じく、まあ強いて言うと米したいって、米はより体調的な物理的なことについて聞いてるって感じだけど、一方米はは仕事や学校、人生のことについて聞いてるって感じで、もっともっと大雑把。 OK、 それで副詞を続けて、ベネ、よくの反対語、マーレ、悪く。例えばやっぱりストマーレ、私は元気じゃない、調子が悪い。体調を表すスターレ動詞の後ろ、副詞がやっぱり、直訳で私は悪くである、悪くです。具合が悪い、調子が悪いの意味ね。ストベネ、元気ですよの反対。それかスタインサラータエラバータマレ、このレタスは悪く洗ってる、ちゃんと洗ってないよってこと。そう、ラバータってラバレ、洗う、動詞の過去分詞で形容詞の洗った、洗ってるになる。ねえ見た、今回副詞が形容詞の後ろに来たじゃん。何それ。そうだよ、注意。例外としてベネとマレ、副詞は形容詞の後ろに来る。形容詞の前に来るほとんどの副詞と違って、覚えておいてくださいね。ラバタマレ、悪く洗った。あー、最初のスタクエスタの略にも注意。 OK ですか、わかりやすかったじゃん。よっしゃ、簡単だったね。今いいニュースとして、ほとんどの形容詞の基本形がそのまま副詞として使える。すごいね。その中カーロ、値段が高い、高く、フォルテ、強い、強く、ヴィチーノ、近い、近く、ロンターノ、遠い、遠く、ヴェロチェ、早い、早く、レント、ゆっくりとした、ゆっくりとなど。でも注意、いくつかの形容詞はそのまま使うなんてありえないです。だから今から形容詞から副詞を作ることを学びましょう。すごく作りやすいし、縦とえで終わる形容詞にメンテをつければいい。例えばドルチェ、優しい、ドルチェメンテ、優しくみたいに。でもおで終わる形容詞の場合、形容詞を女性にして、それにメンテをつけること。例えばね、オビオ、形容詞、当たり前なをとってみる。女性にしてオビア、それにメンテをつけてみる。そう、オビアメンテ、もちろんの意味。でももう一回注意、レとレで終わる形容詞の場合、語尾の A を消して、その代わりにメンテ、それだけ。例えばスペシャレ、特別な、語尾の A を取ってメンテ、スペシャルメンテ
遠くにっていう風に。オッケーですか？ねえ、メンテ副詞はもちろんね、動詞の後ろに来ることができるんだけど、文頭に現れることが多い。文頭に覚えておいてくださいね。オッケーだった？副詞ってね、やっぱり経験でというか、たくさんね読んだりしてなれるものだね。だからイタリア語をたくさん読んでね。さてと、ちゃんとの例文見てみよう。今回ある女性の娘がちょっと体調が悪そう。それでお母さんは娘にケチェスタイウンポマレオビアメンテノストモルトベネVeramente? それじゃあ最初のケチェの直訳は何があるだけど、意味はどうした？覚えてる？ Stai un po' male? この文の原型は stare male、調子が悪いの意味で、直訳は悪くである、気持ちや具合、体調を表すスタレ動詞プラスそれの後ろに来るマレ副詞、悪く。それじゃあスタレ動詞を君に合わせてスタイ、その後ウンポ、ちょっと少しっていう副詞をマレ副詞に合わせてウンポマレ、ちょっと悪く。オッケー、二つの副詞を合わせること。ケチェスタイウンポマレ、何がある？ちょっと悪くである。ってことで、どうしたの？体調がちょっと悪いの？続いてのオビアメンテのはもちろんそうじゃないよの意味。オビアメンテ副詞、もちろん、オビオ、当たり前なっていう形容詞を女性にして、それにメンテをつけること。オビアメンテ、もちろん、メンテ副詞なので、やっぱり文頭に現れることが多い。のはそうじゃないに当たる。その後のストモルトベネは原型はやっぱりスタレベネ、元気である。直訳でよくである。スタレ動詞は今回私に合わせてるけど、見た？ベネ、よくっていう副詞の前に今回ももう一つの副詞が加えられたよ。モルト、とても、すごく、たくさんなどの意味。モルトベネ、とてもよくってことです。とモルトベネ、とても元気だよ、すごく元気だよ。返事はベラメンテ、本当にの意味。わかる？ベロ、本当のっていう形容詞からおで終わる形容詞なので、それを女性にしてベラ、それにメンテをつけること、ベラメンテ。とにかくポイントは、副詞って語尾変化しないもので、動詞の後ろと形容詞の前に現れて、語尾がメンテの副詞は大体文頭に現れるってこと。 OK ですか？いい写真。よっしゃ、今回すごく面白いってことで、え、モルトインテレサンテ、すごく面白い。これはね、イタリアのお店にかける看板です。トルノスビット、まずトルノはトルナーレ動詞、戻るの私に合わせた直接方言剤。それでじゃじゃん、その後のスビットが副詞、すぐ、すぐにの意味で、やっぱり動詞の後ろってことで、トルノスビトって、私はすぐに戻りますの意味で、お店の店員がちょっと緊急でお店から離れないとダメな時に、その看板を外にかける。わかる？トルノスビト、
遊びとお客さん安心してすぐに戻りますからってこと。すごくイタリアっぽいっすね。でも面白いことにその下にフォルセっても書いてあるよ。フォルセってめちゃ重要な副詞で、多分かもかななどの意味にあたる。わかる？トルノスビとすぐに戻ります。フォルセかも。面白いね。ポイントはスビと副詞。身振り手振りしましょう。よっしゃ、今回手で背中へこうすればいい。こんな感じね。この手振りの意味は過去に昔。例えば友達がスペインに行ったことあるって聞いてくれて、僕はこうする。意味わかる？うん、行ったことあるけど昔昔のことだよ。昔昔。OK ですか？それじゃあみんな以上です。イタリア語だったらどうの Facebook ページにも登録してくださいね。エキストラ情報いっぱいあるから。まとめしましょう。副詞は動詞や形容詞を主食して、動詞の前形容詞の後に来る。いつも無変化だし、運法ちょっともっととてもベネよくまれ悪くすびとすぐストベネストまれっていう風にしたれ。動詞と一緒に使って元気だよ調子が悪いの意味になる。口慣れ調理する。ほとんどの形容詞が基本形そのまま副詞になる。カロ高くフォルテ強くビーチの近くロンタの遠くベロチェ早くレントゆっくり。たまには形容詞にメンテをつけないとダメ。オビアメンテもちろんベラメンテ本当にみたいにトルナレ戻る。エッセレブラボアゲンケ何々することが上手です。ありがとうございました皆さん。また来週ね。